福岡県立加古東高等学校は福岡県飯塚市立岩にある男女共学の県立高等学校である。略称は東、加古東など。校訓は清純、礼節、理事、勇気である。全身が高等女学校だけにどちらかといえば女子生徒が傾向である。以前は女子クラスも存在していたが、現在は全て男女共学クラスになっている。 ただし英語科は女子が大半である。地域トップ校の福岡県立加歩高等学校に比べて高速、高風が緩いため人気があるが同時に倍率も高くバブル期までは受験者の約半分程度しか合格できなかった。また同時期には公務員試験合格者が県内トップであり、公務員要請には特に力を入れていた。 HR 前の8時40分、8時50分まで朝読書の時間を設けている。普通科クラスと英語科クラスを設けており、普通科には特別進学クラスも設置されている。合格者説明会にて特進クラス希望者を募る。2年次に文系あるいは理系に分かれる。その際それぞれに特進クラスが設けられる。普通科の場合、3年時には 国公立4年生大学進学を目指す分離、I クラス、公務員、就職を目指す分離2クラス、私立4年生大学を目指す、私分 I クラス、短大、専門学校を目指す、私分2クラス、4年生大学進学を目指す、理愛クラス、看護系学部、専門学校を目指す理通クラス、の合計7クラスに分けられる。二千八年度からは毎週木曜日が七時間授業と、 なっている。略称は、東、加保東本校野球部と加保高校野球部との野球の公式戦。毎年5月下旬の平日に行われている。なお、以前は、加保高校側は部活動に入部していない生徒のみ、参加であったが、加保東高校側は、以前より、全生徒が応援参加に参加していた。現在では、加保高校側も、全生徒が参加している。 毎年接戦が繰り広げられ、各校の応援団と吹奏楽部、生徒のコールは地元の風物詩であり、生徒も含め毎年2000人以上がスタンドを埋める。以前は、飯塚市飯塚野球場で行われていたが、現在では、県営地区法力地野球場で開催されている。両校ともに創立100年を超す伝統校であり、1953年が、 初の学校行事としての試合であった。以前は春6月上旬と秋11月上旬の2回行われていたが、授業要領の改定により現在は1回のみになっている。部活動においてはサッカー部に力を入れており、県内の公立高校では1位である。文化部では書道部や吹奏楽部などが全国大会へと出場している。 運動部分株もよりの鉄道駅もよりのバス停もよりの道路。ありがとうございます。